ウィービーどうも一人です。ポケモンレジェンズアルセウスやっていきたいと思います。はい。スピード感満載。なんだっけ、ハスブレロやったっけ、ハマレンゲか。ハマレンゲに、まあ、喋りかけたらわかるわ。クレベースを沈めたいのでしたら先に進む。氷塊を沈めるというのは、まあ、無敵の回避を使え。行ってきます。氷タイプに、あーでも格闘だ。行くぞ。待って、なんか、これ、珍しくない？こんな始まり方。こんな感じ？下だろ、絶対に。絶対に下だろって。乗ってるの、もう。いや、でかくないか、でかくな、は？いや。おかしいやん。おかしいです。意味がわかんないです。レベル違いです。いや、それはレベチすぎ。なに、どうすんの？何がどうなってんの？何なの？どういうことなの？何なの？これは。何なの？これは、マジで。何これ、どうなってんの、こいつ。オブジェ、ラグジュアリー、来いや。おっしゃい、ナイス。エポキってこー、うぶぶぶぶぶぶぶって。あ、近づいてくるんだ、ナメプーだ。ギャリ、いや、そんなエゲチレベル、レビレビ。いっけ、ローリング、ロロリング、でかすぎん、さすがにこいつは。あ、でもさ、ちょっと待って、おい、こいつ草タイプだから、やっぱりじゃん。普通に打つしかないな。全然効かねえ、氷やばいよ。なーナーイスなよね、そうなるよね、思った。もうマサコっていいか、結局やっぱもうどの道マサコになるしかないんよな。マサコになるしかないことはないんよ。マサコになるわけじゃないんやけど、なんかもうね、そうするしかないじゃん、結局。頼むわ、やっぱもうマサコしか勝たんのよ。あー、マサコ、耐えろ耐えろ耐えろ。あーら、まあ、そうか、まさちゃんも、まさちゃんもか、まさちゃん、さっちゃちゃんや。いや、これ大丈夫かな、先生取れる、大丈夫。あ、倒れるわ、よかった。よし、 OK。 でかすぎるな、これ。どうなってんの、クレベースって知ってる？おい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 、また出た、また出た。あ、そういうことね、こうやって避けれるんだ。なんかこれ、あのシューティングゲームみたいな弾幕ゲーじゃん。ただね、あの氷山のやつとね、なんかシューティングストライクがやばい。おおおおおおお、徐々に来るだけやった。あ、これ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 、このシューティング面。ずるくね？あ、死んだ。やべえ、あ、やべえ。待って、それはさすがに本当にやばい。やばいって、絶対これ設置型だからさ、当たったら死ぬよね、これ。これダメだよね。あ、ちょっと待って。よし。一旦静かになる。よし。でもどっちみちあれだよね。ワンパンでやられんなら、もうパワー、パワーって言った方がいいから。回復？回復が、
おーい、傷薬ないのはやばいって。それダメやん普通に。大丈夫かな。え、やば、先行取られたやんけ。え、なんでどうせ。おい、あのなんかハサミクワガタみたいな顔しやがって、てめえふざけやがって。奇跡起きて、なんかバカみたいに攻撃いかんかな。急所急所、張り切り急所しよう。んー、でも半分やな。バイバイ。紙一重すぎん。一進一退。あー、行ってこい、ヘキルキ。せめて炎タイプでもいりゃいな。なんとか文字あったと思うんけど、すいませんね、炎タイプでも切らしてるんで。ハンディダメージ受けました。いけるか。いや多分残るよなこれ。あ、いけた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 。オッケーオッケー、よし、オッケー、任せろ、このチャンスものにしてやるぜ。くらいやがれ俺の連打。よし、オッケー、弾幕ゲーだ、カモン。嘘でしょ。おい、ちょい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 、おい、ちょいちょいちょい、ちょっとそのバス停攻撃やめようか。氷山バス停攻撃やめよう、きついから。あ、これ一番やばい。えいかい、待ってかい、エミジュガイ、アイズガイ、アバッパーン、キッタ、アバッパーン、やばい、やばい。攻撃は最大の防御。誰かが言っていた。俺だ。いや、これはもういける。危なかった。動かんのに強い。なぜならデカすぎるから。え、こいつ、え？いや、今こんなやけど、もともともうだいぶでけえやろ。バサギリの火じゃねえよ。あ、そんな感じなん、いや、でっかいな。マジで。もともとでっかすぎんか？うん、でかすぎだろ。でかすぎだろ、お前。いや、クレベースもともとでかいけどさ、なんかもう、まああれじゃん、陸のあれじゃん、なんだっけなんだっけあいつ、ホゲータじゃなくて、あ、なんだっけあいつなんだっけあのクジラ、ホエル王だ。そうそう、ホエル王じゃん、陸のホエル王ぐらいのデカせん、お前。え、おらんくなってんけど。え、おらんくなったよ浜先生。そんなに気を落とされなくても。ですが、あのように大きくて強いクレベースが人の手によって沈められてしまうとは。空から落ちてきた一人になるもの、化け物ですか。化け物じゃないです。自分の聞き量聞けり、くそ、聞けたぜ。危険を顧みずに荒ぶるキングを沈めてくれた人。ちょっと一旦その話を置いといて病院行っていいすか。多分俺もうだいぶやばいっす、どっか折れてる。浜先生は真珠団を心より大事に思ってくれているし、神王様を心から信じているのだから、金剛団や銀河団と交わり、神王様を思う気持ちが薄れることを誰よりも恐れて懸念されていた。ああ、でもそれも変わるね。
かい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 。ひとりさんが教えてくれたの。仲間のポケモンがいれば共に困難を乗り越えられるって。私もグレイシアの強さをもっと引き出せるようになりたい。いやだから前なんかこれ絶対前も言ったけど、カイとさグレイシアはやってるよね。完全にやってるよね。もっと引き出せるようになりたい。もっと広い世界を見たいよ。なるほど、カイも変わりましたな。変わりましたな。あー来てくれた、さすがだなーって。ありがとう、ありがとう。荒ぶるキングは全て沈めた。時空の裂け目も何か変化しねえのかよ。そりゃ分からないよ。心なしか裂け目が小さくなっているんだけど、そのようだな。これで終わってほしいよな。時空の裂け目からまた不思議な雷が落ちたとしても、一人がいれば大丈夫とはいえ、あの妖怪、お互い信じる神王様は異なるが、俺は信じたも悪くないと思うぜ。どうしたん急に、適当なこと。え、それで泣かすんかい。おい、さて、すべてのキングを沈めたんだ。電木の旦那のしかめ面どのように変化したか見に行こうぜ。見に行っちゃおうぜ。え、すげえ、なんか応援団みたいな、んかすげえチームやん、チーム。ほらてってれってれーや、集結した。あ、ほら寒くなってる。さすがによな、すごいな。よくそんな感じでいけんな、お前。飛ぼう、ジャンピングチューブしよう。飛ばせてくれ、飛ばせてくれ。あ、ファルコンいたわ。あ、ファルコンじゃねえや、ウォーグルじゃ。なんでファルコンのことウォーグルっていう。26匹も捕まえた、嘘やろ。あ、めっちゃ捕まえとったわ。14000、うわいいな、欲しい。スイッチから出てこへんかな。ガチャ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 、チャリンチャリンっつって。でも星10個まであるんでしょう。10個まで戦闘いかんかな。行きませんかな。ひなつバイバイ。